We are Breza. This is me, 日テレ東京ヴェルディベレーザ、背番号14番、北村菜々美です。自分で思うところは、まあ、スピードで周りから言われるのは、まあ、落ち着いてるなって言われます。多分ボール持った時とかもそんなにバタバタしないというか、そういう意味かなと思って捉えてます。小学生の時は多分得意だったんですけど、中学生はちょっとあんまり記憶がなくて、まあ、なんか気づいたらスピードが武器になってたっていう感じです。スピードをより強化するために普段から取り組んでることとか、これまでやってきたことないです。まあやっぱり見に来てくれる人たちを楽しませたいっていう気持ちは常に持ってます。まあストレス発散じゃないですけど、買い物とか服とかをたくさん買って、なんか気にしないようにというか、まあ、いい意味で気を紛らわせてまた次から頑張ろうって思ってます。最近スイッチを買ってもらって、ずっとスイッチをやってます。お昼ご飯食べ終わった後と、夜は基本絶対やります。おらんわ。俺は絶対移動してきてた。今はマリオパーティーをやってます。これからやってみたい、気になる、今気になる新しいゲームと、順に桃鉄を借りて一回だけやったんですけど、まああれも買いたいなと思ってます。ベリーズね、ゲーマーってあんまり聞かなかったんですけど、まずチームメイトで遠藤順です。まずはチームとして、まあ、優勝を目指すっていうところが目標で、個人としてはインサイドハーフで出てもサイドハーフで出ても、まあ、たくさん得点に絡めるようなプレーをしていきたいです。